はい、皆さんこんにちは。小学6年生の算数と国語をやっていきたいと思うんですが、今日はこちらの反比例の内容ですね、今回からちょっと入らさせていただきました、その最初の部分になります。反比例の内容を確認していきましょう。さあ、反比例っていうのは比例と違って何が一番違いがあるのかっていうと、比例っていうのはこれが2倍で、それから3倍になった時ですね、下の y の値も2倍3倍同じようになるのが比例でした。ところが反比例は見て分かる通り数字がちっちゃくなっております。ですので2倍3倍じゃないわけですね。じゃあどうなってるのかっていうと、これですね、半分になってて、こっちですね3分の1になってるんですよね。ですので2分の1倍3分の1倍こういう形で表すのが反比例になります。で、反比例のポイントなんだけど、上に何倍って出た時のこちらの相手、対応する数字に関しては逆数を書きます。逆数、つまり分母と分子を入れ替えるわけですね。これ1分の2ですよね。2倍の2っていうのはね、だから2分の1になります。3倍でしたら3分の1、4倍だったら4分の1、5倍だったら5分の1みたいな形になりまして、逆数を書いてもらうんだよっていうのを最後に見てください。はい、それですので、x の値が2倍3倍だと y の値はどうなりますかって聞かれた時に関しては、2分の1倍、3分の1倍になる、こういう答え方でぜひ答えてみてください。こういう感じだったのをいわゆる反比例という形になります。そして反比例のさらに特徴を一つ挙げていきたいんですけれども、反比例っていうのは、こちらの方ですね、必ずですね、x と y の縦の掛け算ですね、ここの縦の掛け算をすると必ずみんな同じ数字が出てきます。絶対に同じ数字が出てきます。ですので 1×24 だとここ24だよね、2×12 だとここも24だよね、3×8 でも24だよね、4×6 24で、5×48 も同じく24が出てきます。こういう感じで全部24が出てきますので、こういうふうに全て縦で計算して同じ数字が出てきたら間違いなく反比例っていうのを押さえてみてください。はい、そうすると、例えばこういう問題がありますね、x と y で2345で何か空いてます。で、秋4って感じ。はい、でこういう時どうやって空いてるところに入れたらいいのかなっていうと、分かってるところ絶対最低1箇所ありますので、36だよっていうのが分かれば OK ですね。こういうの必ず1箇所あります。そうすると全部これですね、必ずかけたら36になるわけね。必ず36になります。反比例って分かってるかね。それですので基本的には36割るいくつっていう形で、枠の中を出していきます。そうすると36割るになったら18だし、36割る3だったら12だね。そして、36割る上でもね変わらないですよ。やり方はこうですね、これ 7.2 で、36割る4で9だよっていう形で、こういう風に枠に当てはめてもらえるといいです。必ず縦で計算すれば同じ数字出てくるよ、掛け算ですね、同じ数字出てくるよってのを押さえておいてください。はい、というわけで今回はちょっと反比例の一番最初だけの内容だったんでね、ここまでの内容になりますが、また次回からねグラフ等々も確認していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではこの後ここ変わりますね、一旦画面変わります。はい、チェックです。はい、ではここをやっていきましょう。今回は自分の考えを発信しようという内容ですね。まず大問2番なんだけれども、意見文を書くときに大事なことを説明した次の各文の空欄に当てはまる言葉、後から選んでくださいという形になります。同じ言葉2回使いませんよってことですね。意見をまず何にして書くのが大事かっていうと、まあ、自分の考えとか意見とかを相手に伝えたいとき、まず一番大事なことは何について話しているのかという、この自分の意見を明確に書くこと、相手に伝えたい意見はこういうことだよっていうのをはっきり分かりやすく書いてほしいんですね。じゃないと聞いてる側はより一層分かりませんね。そして丸に理由や何を示して意見に説得力を持たせるっていうのは、こういう意見を持っている理由や根拠ですね。
そうすると相手もあ、なるほどねっていうふうに納得していくわけですね。でその際、自分が経験したことに加え、インタビューやアンケートの結果、本や資料の内容など何々を取り入れるっていうことなんですが、これは自分の意見を、言った際にさらに経験を加えること、すごく大事なんだけれども、インタビューやアンケートの結果、さらに本や資料の内容などに調べたことを必ず入れてください。ただの自分の意見だけ入れるんじゃなくって、こういったことを調べたことを取り入れて、こういったインタビューを受けしてこういった意見いただきましたよとか、こういった本にこういったことを書いてありましたよっていうのも付け加えた方がいい。でさらに実際にあったことと自分の考えとをしっかりと、これすごく大事なんだけど、区別して書く。事実と意見とは区別して書かないといけません。実際にあった事実のことと自分のあくまでも考えね、これ一致するとは限りませんので、こういうのはしっかり分けて書きます。さらに予想される反対意見とそれに対する反論も、用意はしておくといいでしょう。はい、続けて、3番ですね。効果的な意見文を書くための構成の考え方をまとめた次の今日の空欄に当てはまる言葉を下から1つずつ選び、記号で答えなさいってあります。まず序論っていうんですけれども、こちらの方に関してですが、先ほど言った通り明確に自分の意見書くので、取り上げる課題、自分の立場、こういうのはっきりと明らかにしていきます。で本論に関しては、あ、事実を明らかにする。そして最後の結論は自分の主張、こういう流れだったらこういう形の主張を持ってるんだよ、考え持ってるんだよっていうのを言ってもらうといいでしょう。結構人の前で自分の意見を発表する機会っていうのは多々あります。ぜひそういった際にこのやり方をですね、一つ押さえておくといいですね。やっぱりまず自分は何、どういう意見を持ってるんだっていうのははっきり、ね、自分の立場はこういうところから見てるよっていうのははっきり伝えることがまず大事。それから理由や根拠とか、そういうのあったときに最初に、私2つの理由がありますとか3つの根拠がありますとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、こうやって数をね、はっきり言っちゃうとね、より分かりやすいと思います。そうすると聞いてる側はこの3つのことに気をつけて聞けばいいんだなっていうのは分かりますので、そういう形で事前に何か言う前に理由とか根拠を発表するときは、3つありますよ、2つありますよと、そういう形で言っておくといいですね。まあ、実際にやってみないとなかなかね、いまいちピンとこないところもあると思いますが、こういった自分の意見を相手に伝えることすごく大事なことなんで、ぜひ確認してみてください。では、今回ここまでとなりますね。また次回お待ちしております。それではじゃあ。